はいどうも谷口ですよろしくお願いします今日は共通部分と和集合補集合これについて詳しく見ていくことにしますそれでは早速やっていきましょう今日は2つの集合の関係を中心に見ていくことにします今ねここに1から10までの10個の数字があります ちょっとこの10個の数字を使って集合を作ってみようと思います今ねこの1から10のうち2の倍数であるものを拾ってきて集合を作ってみる2の倍数の集合をラージ g e を置くとえー、っと2の倍数の集合はこんな感じになるのかな でもう一個ちょっと集合作ってみようと思うんだけどうーん僕の好きな数字にしようかな1から10のうち僕の好きな数字で集合作ってみますうーん257910にしようかなこんな感じ。 僕の好きな数字の集合ですで、この A と B はどんな関係にあるのかっていうのをちょっと図に書いて見ていこうと思いますはい、まとめるとこんな感じ今ね、僕は1から10の数に限定して集合を見てます対象としている集合を全体集合 と言いこの図を図といいう,うに言いますこれはベンっていう人が考えた図だからベン図というらしいです。でこのような図を書くと A の集合と B の集合がどのような関係にあるのかこの全体集合 U の中でどんな関係にあるのかというのが目で見てわかるよね。2と10が被ってそうだし b グループとかぶっていなくて a グループにいるのは468かなといったことがパッと目で見てわかるという図なんだね今日はこれについて詳しく見ていこうと思いますこの U はねなんかユニバーサルの U らしいまあ興味がある人は自分で調べといてくださいではではちょっとここからは用語見ていくね今 A グループ集合 A と B グループ集合 B 見ると共通の部分があるよねここ A グループと B グループの共通部分をまさにそのままなんだけど共通部分と呼んでこれをね A かつ B というふうに呼んで このような記号を使って書きますこれは A かつ B と読むこともあるしあとは A キャップ B なんて読んだりすることもあります帽子みたいでしょあのキャップね A キャップ B なんて読んだりすることもあるんで知っておいてくださいではもう一個 A グループあ、気に入ってた A グループと B グループこの 2つのグループをくっつけた合同グループこの合同グループね2つのグループをガチャンとくっつけたとっても大きいこの大きなグループを文字通り和集合っていいう風に言いますい,いよね。で記号では A と B の和集合は A または B と。 いうふうに読んでこのような記号を使って表しますでこれはちょうどコップみたいでしょねね。あと1個はこの全体集合 U のうち A グループの外側これを 補集合と言って a バーと読むんだけれど a の上にこれ棒書いてねこのような記号で表しますこの三つの記号をまずは押さえておいてくださいそれでは二十一点一問題やっていきましょうではでは問題二十一点一やっていくことにしましょう。 問題います u イコール1 2 3 4 5 6 7 8 9 10これを全体集合としますこの時 u の部分集合 a と b について次の集合を求めてくださいっていう問題ですこの1番から3番まではさっきやった基本事項の確認なのでメインどころは4から6になるのかなじゃあ順番に1から見ていくことにしましょうで問題文の集合はこんな感じ これをもとに今からベンズを書こうと思いますはい、とりあえず今枠だけ書いたよ、枠だけまずね、A グループと B グループに共通で登場している数字に着目します A と B の共通部分に入る数字は 2と3ということがわかりますね。共通部分の要素は2と3なんだねそうするとあとは A には1、5、8が入るはずだからここに1、5、8 B グループはあとは7と10がいるはずなんで7、10が入るこんな感じでまず 共通の数字に着目してそれをこのオムレツ部分だねオムレツ部分に書き込んであげるのがポイントだな。で登場していないのは誰だえー、っと12345678910ということで469が登場してないんでそれをこの A と B の外側に 書いておきます。これでベン図が完成。いいね。じゃあ順番に括弧一から見ていきましょうか。括弧一は。a. かつ b. この集合を答えてねって言ってるから。これ集合だからね。集合だからね。必ず中括弧つけてね。a. かつ b. は。ちょっとあれ見て。a. かつ b. は。 A グループと B グループの共通部分だったから A グループと B グループの共通部分はこの2と3。さあ、括弧の2。括弧の2は A または B だね。これどういう意味だったっけ ?A グループと B グループの和集合だったね。和グループ。これだったね。 このちょうどだるまの部分になるからこっち戻ってこのだるまの部分にある数字を引っ張り出していきます A または B は多いね1235780はいこんな感じでおしまいじゃあ括弧さんいこうか A バーが欲しいんだよね、A、バーは A グループの外側だったから A グループの外側の人を拾ってこよう A グループの外側は4 6 7 90かこのようになっておしまいじゃあ次いよいよ括弧の4から6を見ていくことにしましょう。 さあ、ラストは四番、五番、六番だね。まずは、これ、A. かつ B. バー。これについて、見ていきましょう。じゃ、あ四番やっていこうか。A. かつ B. バー、これについて、見ていくことにします。で、これね。この。ええー?。わからん。難しい。これって。 何になるのっていう人結構多いんだけれど僕がおすすめしているのはこんな感じでちっちゃめのベンズを用意するといいよって言ってます今からこのベンズをお絵かきしましょう色をつけますみんな二色用意して二色いいいいよいいお,お 雑強いからちちょっとっとゃうはい、えー、2色用意して僕は A の方を黄色 B バーの方を青で塗りましたでねこの A グループをこの色でちょっと斜線します黄色で斜線しますこんな感じになるね B バーの場所を青で斜線します、えー B の外側だからこんな感じになるよね。でここで蛍光ペン何か蛍光ペンを用意してください。かつっていうのは2つのグループの共通部分だったね。共通で色がついているところにマーカーペン共通で色がついているのは ここだねでねこっちの図見るのこの三日月になってるのはここの部分だねいいよねだから A かつ B バーというのはこのようになるのいいね同じ要領で括弧の5やっていきましょうか こういうこと言わないのね。先生、テストの時に蛍光ペンとか色ペンを持ち込みできません。まあ、あそうなんだけれど、これは家で勉強する時にやってみてよね。で、何回かやってるとペンを使わなくても色ペン使わなくてもできるようになってくるから、家での練習の時はこうやってやってみるといいんじゃないかなってことね。いいね。はい、じゃあ5番同じようにやってみようか。 こんな感じでちっちっゃめのベンズを描きますよいしょさっきと同じように A グループを黄色 B バーのグループをブルーで着々しました斜線してみようかよいしょ斜線するとこんな感じになるよねさあここでまた。 蛍蛍光ペン、蛍光ペン何か持ってね2つのグループをくっつけた和グループ和グループが和集合だったでしょ合同グループが欲しいので色がついているところを全部マーカーペンで塗ってください「和グループ」こんな感じになるね A または B バーっていうのはこの赤いところにいる数字の集合なんだね図を見ようここも入るんだね7と10以外の数字全部になるんじゃないかなよって A または B バーの集合はこのようになります はい五番はおしまいじゃあラスト括弧六やりましょうか最後は A バーかつ B バーが欲しいんだけれどちょっとねこんな公式があるのとモルガンの法則っていうのがあって A バーかつ B バーは A または B のバーになるよっていう公式があるんだねで最後はこれを使って求めてみようと思います A かつ B バーは A または B の補集合にある、うん、A または B ってどこだったっけこれ見て最後だからもう帰っちゃおうかなょっとこのだるまの外側だよねよしよし 4 6 9かこれでゴールということになりますよろしいでしでで、ょかちょっと最後なんだけどこのドモルガンの法則はちょっとなんでこれ成り立つんですかって気になる人いると思うんで最後ちょこっと解説しておしまいにしましょう。はいじゃあ最後最後 ドモルガンの法則、これだねこれについて解説していきます。この上の方ののの上方方公公式を1番下の方の公式を番番下はというふうに置くことにしました。まずねあの1番の公式の理由ちょっと見ていくよ。これはベン図を書けば一発 A または B のバーっていうのはちょっとここに書くけれどこのだるまの 外側だよねでこっち A バーかつ B バーなんだけれどさっきみたいに2色で塗ってみようか A バーは A の外側だよね。B バーも同じで B の外側だよね。 かつーバーは共通部分だったから二色が重なったところ単色で塗られているところは無視してね二色が重なってるのはだるまの外側ほら一緒やこっちも同じだよ a かつ b はオムレツだったねオムレツの バーがついてるんで外側オムレツの外側それに対して A バーまたは B バーはこれも2色使おう A バーは A の外側 B バーは B の外側だよねまたは,は 和集合和グループ2つのグループを合体させて色がついてるところ全部だから最後なんで塗っちゃった、ね、このオムレツの外側になるよね一緒やんよろしいでしょうかだからこれが言えるの。 いいね。はい。本日は共通部分と和集合と補集合について詳しく見てきました。なかなか練習がいるところだと思うので、これもきちんと練習しておいてください。それではチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。お疲れ様でした。